あ、そうだよね。自分仲間にしたい。うまい。チュルルーチュチュチュ骨でローバン。じゃあローバンいきまーす。うん、ファンファレなりすぎだよね。もういいよね。音楽変わんないんだけど。エサイ三種。よいしょ。買いに来た。8000円あるから、なんか強い武器1個ぐらい買えそうだね。9000円ぐらいの強い武器1個ぐらい買えそうなんだけど。ローバン行くぞ。ローバンに行くぞー。寝れなさそう。ここじゃない。あ、でも船代安くなるね。これね。これのおかげで。ブルエル。ないよー、ローバンないよ。ロマサがやめる。ローバンないからロマサでローバンないからロマサがやめる。ピザ好き？もういい。わがまま。なんかミキヒロくんやだ。ミキヒロくんがやだ。これあんまりうまくない。これあんまりうまくない。お稲荷さんいらっしゃい。ブルーエールから陸路で行ける。ブルーエール行きまーす。ヘイトアップ。ブルーエール行きまーす。地図入ってないと思う。ブルーエーレ。船旅。チュチュー。これはヘイトが上がった時のポーズ。愛が上がったみたいな。新しい町に来たなうだよ。よし、来たなうだよ。ラファエル様がピンチなんです。ミルダーブルの牢獄に入れられて裁きの日を待って。ラファエルってさっきのやつじゃないの？どうかラファエル様をお助けください。うん、眩しい。1492個目さんいらっしゃい。どうしたのこれ。あ、早い。どうしたの？あ、なんかいっぱいいる。ご飯やるよ。よいしょ。早めに助けに行かないといけないんだ。グレイつかしたやつだな。よいしょ。クローディア。あ、クローディアだ。おお、美人ちゃん、ぜひ仲間にせねば。そんなの関係ないって。やったー、仲間になったー。で、これどっち弓使え。どっちする？こいつ強い。グレイ強い。グレイ強い。よいしょ。うん、ラスレイナ。うん、うまい。シフはね、バイバイした。じゃあ5人で行こう。グレー強い。じゃあグレー行こう。シフ飽きた。かっこいい男。ぜひ仲間に死ねば。仲間になればわかるって。ふっ。よし。個人的にグレー。よし、武器いいのないかな。バーガー探してきとる。あ、ガーラル握手、これ強いよね。これ絶対強いやつでしょ。ガーラル握手って。質問。スピアは強い。これ遠くからハルバルトみたいなもんでしょ。指以外のガーラル強い。1526個目さんいらっしゃい。アクスとスピア買ったらいい？それなりか。それとも弓のために残しといた方がいいかな。メロニーが良かったり。強い場合だもん。技によるのか。本当、アクスは小森さんいらっしゃい。アクスはいらない。ソードのがコスパはいい。いや、ソード探すか。で、今はスピアだけ。ネチュリクヘルカタ。じゃあスピアを2個買っちゃう。光栄のやつらのために、光栄のやつらのためにスピア2個買っちゃう。1個2個一応高い指輪はあるんだけど、どうする。ソードはガーレルソードだよ。あ、じゃあスピアとソードを1個ずつ買うの。剣はウェルニーとガーレル。ウェルニーの方がいいはず。1個。じゃあガーレルスピア1個にしようか。よいしょ。ソード。どうしよう。じゃあスピアとソード買いまーす。そう、それが欲しい。よーし。1個ずつがよし。オッケー。じゃあ、アルベルト君につけよっか。アルベルト君。よいしょ。ウェルニーがいいね。じゃあ、ウェルニーの方にしようか。よし、1549個目さんいらっしゃい。よし。出ちゃったー、本日の NG ワード出ちゃいましたねー。はい、じゃあ。よいしょ。はい、じゃあ、コミュゲンにします。本日の NG ワード、私が何かをしたときに、あーって言っちゃった人、これ本日の NG ワードでーす。すいません、じゃあ、コミュゲンにします。出ちゃった。10P さん、別居されました。装備、ガーラルスピアでいいのかな。オッケー。よし。よいしょ。よいしょ。武器、もうちょっと待とうかな。もう一個。よし。1569個目されました。武器、もうちょっと待とうかな。もう一個買った方がいいかな。どうする？よいしょ。よいしょ。もう一個買った方がいいかな。どうしよう。いいかな。甲骨？まあ、いっか。買わなくていいか。貯めとこう。お金は、たくさんあった方がいいから、貯めとこう。インさんおやすみ。よいしょ。コミゲンにしたらコミュニティ入ってる人しか見れなくなっちゃうの。ほう。よし。お金は大事だよ。土日はね、コミュゲンじゃなくして、なんか誰かが NG ワード踏んだらコミュゲンにするみたいな感じにしてる。放送始まる前に、よいしょ。決めといて、みたいな。よいしょ。トゥルトゥルトゥル。なんだこいつは。帰れ！なんでや！帰れ言われた。ここは入れないところ。女性生主って得だよね。コメント読むだけで可愛い。女性生主って得だよね。変なやつがいるから。女性生主だったらさ、絶対変な人来るの。こういう感じのさ、なんか、気持ち悪い感じの人が絶対来るからさ。こういう感じの気持ち悪い人が絶対来るからさ、結構大変なんだよね。結構大変。あ、こっちにも武器屋さんあるじゃん。気づかなかった。武器屋さんあるじゃん、これ。ねえ、大変なんだよね。あ、これはあれか、防具屋さんか。ねえ、ルーナお前だよほんと。よいしょ。遠征配信者目線のコメントがでね。は何やってもそういう人らは絶対来るからさ、なんか心を強く持たないと続かないね、高いね。心を強く持たないと続かない。よし、イベントが騎士団のイベントが発生しちゃったみたいだからミルザブールに行かないといけないらしいんだけど、ミルザブールに行かなきゃいけない。ミルザブールどこだ、ミルザブール。あ、マギちゃんいらっしゃい。よいしょ、ミルザブール。あ、これだ。じゃあ行きまーす。乗っちゃっていいよね。乗っちゃうよー。えい。え、ラファエルちゃん助けちゃダメ？助けちゃダメ？あ、他の女の主の、名前出したやつ NG ぶっ込むからな、お前。居づらくなるからやめろよ。はい、15さんいらっしゃい。こんばんは。ララファルちゃん。よし。ファイファン。はい、1613個目さんいらっしゃい。ライトアップしてないってば。助けよう。助けよう。ライトアップしてないの。ライトアップでも、こないだの、よいしょ。こないだの NG ワードだから。よいしょ。男の虫もダメ。下に書いてるでしょ。よいしょ、他の女の主のことは知らない。仕方ないね。トゥトゥトゥー。トゥトゥトゥー。これで、リザーブルで。一応セーブしとくか。一旦セーブして。セーブ。ここかな。はい。よし。そうなんだよね。まあそんなもんなんだけど、あんま詳細読むとかの人の方が少ないからしょうがないんだけどね。他の生の人、理事記者の話は NG。ここに捉えられてるのかな。あ、そっか、わかった。あれだ、牢獄はこっちだ。そう、1629個目される。本当です。特にライバルは朝青龍なんでやめてくださいね。朝青龍とかそういう話はちょっとやめてください。よし。オッケー。ラファエルー！おっさんでした。おっさん来てくれたんですか？お金取ろうかございます。おっさん呼び捨てになった、おっさんほら、本場所の話はちょっとやめて、本当にもう。一体どうしたんだ？コンスタンツと会っていた時、突然モンスターに襲われたんです。不意をつかれたどやコンスタンツを守れなくて。コンスタンツはどうなったんだ。モンスターたち連れて行かれました。確か南に向かっていたと。僕はナイト失格だー。1642個目さん、小太郎さん、ひろこちゃんいらっしゃい。フォークの BGM。そう、フォーク、イケメンフォークの BGM。よいしょ。コンスタンツは俺が助け出すよ。ありがとう。じゃんこ。今回はネカワレいいのか。基本的にだからオッケーだよ、うち。何にしてもオッケー。よし、じゃあちょっと南行きましょうか。こんちゃー、SP さんにいらっしゃい。よいしょ、南に行きましょうか。プロディア。お、弓を装備してる。あ、そうだ、隊列を考えないと。よいしょ、コンスタンスなら俺の隣で寝てるぜやめろー。よいしょ。ねえ、牢獄入れられてばっかだよね。ギラハ。グレーってなんだろう、これ。グレーってなんだろう、テルかな。よいしょ。グレーってなんだろう、テルかな。わかんないな。トカゲ早く捨てたいね。よいしょ。ヒサシか。ジローワンちゃん。タクロ。よし。オッケー。グレーなんだろう。あ、戦士シーフね。戦士シーフ武器なんだろう。ラーメンジローテロか。金取ろうかじゃない。絶え間なく注ぐ愛の名を永遠と呼ぶことができたなら。いいもんないね。はーい。絶え間耐える。終わったな。よいしょよし、止まろう。熱い。ハウエバハウエバか。あ、もう一個ピザ食べたくなってきた。太郎さん、ピザ食べていい？いらっしゃい。これお、オール帰ってくるんじゃ。時間がない。苦労で。え？うちのイベント？嘘。寝る前に戻ろうか。これ寝ちゃいけないんだよね、多分。寝なきゃいいんだ、これ。よいしょ。寝ないでいけばいいんだよね。ね、寝る前に戻ろう。オッケー。寝なきゃいいんだよ。どうすんだっけ？リセット。よし、オッケー。離脱しちゃうよね。うん、ちょっと前にセーブしたよ。連れ回すのって、マジで。うん、宿屋使えなくなるから、宿屋使わなきゃいいんじゃない？宿屋使わなきゃいいじゃん。ついさっきセーブしたよね。そうだよね。絶え間なく注がない。ちょっと待って、なんでや。オッケー。ロマンシングガッサ。おっしょ。ガッサ。一瞬大丈夫だった？グレーの曲で一番好きなの何？これのあ、これまずいんだ。仲間だろ、俺ら。これリセットでいいんだよね。リセット。グレーの中で一番好きな曲。あれかな？やっぱりLike Flower! Like Flower! いくつどのだらら場所へ。あ、ジャックさんいらっしゃい。打たれて夢中で君を追いかけているよ。空は今にも。あれ、これあんまり有名じゃなかったラルク&シェルのフラワーなんだけどあれ、これあんまり有名じゃなかった？なんかもっと分かりやすい曲にすればよかったっけなんかグレーとラルクを混合する40代ぐらいのイメージでやったんだけど。よいしょ。うん、ラルクちょっと分かりづらかったか。そう分かりづらかったか。すまんな。あこちゃん結婚しよう。ジョーカーさん小手半184ついてるよね。その辺弱いか。でどこ行くんだっけ？南に行く。バルハラントに行けばいいのか。バルハラントシェル。よし。何ムカつくんだけど。月は頑張ってる。ムカつく。パパイヤ。あー、よいしょー。レピアじゃない。ハロバルド。パパイヤー。ジョーカーさんいらっしゃい。まんまメラーサ。オカラルスピア。よし、新しいやつ。弓。お気に入り登録ありがとうございます。いや、そうだ。バルゼルハイムでフラーマーが場所を教えてくれるはず。あ、ほんと？じゃ、ここじゃないのか。よいしょ。私、虹わかんねえよ。ここまで南じゃなかった。じゃあ帰る。よいしょ。ごめんね、あんまりねあんまりラルクわかんないんだ。なんかルナシーとかは結構わかるんだけど、ルナシーとか結構わかるんだけど、ここではない。それはね、完全にグレーだね。それは完全にグレー。ここではない、どこかへと、胸を焦がす。お、よし。よいしょ。よいしょ。よいしょ。オッケー。あ、もう。よし。よいしょ。トークが前に。そうなの？あ、ダメか。おいしょ。すみれ、セプテンバーラーバゲン。それ知ってるよ。女装の人。地元のスタヤが今日で閉店。ちょっと行ってこようかな。空いてらっしゃい。切な。そうだ、イザム。グレーの久しから、1739個目さんいらっしゃい。チュルルー。黒山さんいらっしゃい。よいしょ。どこだっけ？さっき、キリシロさんがなんか言ってくれたな。バイゼルハイム。バイゼルハイム教えてくれる。よし、延長しまーす。ハイパー煙突タイム、でーす。おい、よいしょ。どこだ。はい、サルビアンさん、ミキロ君、カルビネーズさん、1754個さん、ジョーカさん、マンダミさん、タラゴさん、かっこいいスパイセン、レッキョさん、ダイソンさん、サトツさん、1762個目さん、マサコンさん、1764個目さん、煙突ありがとうございます。はい、タラゴさん、煙突ありがとうございます。お、はい、黒ハムさん、援助隊でございます。はい、1788個目さん、援助隊でございます。教えておさん、よく来てくれた。あったかね。はい、君に会えて少しは元気が出ただろう。どうしたら彼を救い出せるのでしょうか。キリシロさん、援助隊でございます。コンスタンツを見つけ出すことだな。彼女はただ一人の目撃者もなのだ。ただモンスターどもは彼女を返してほしくは。ディスティニーストーンを渡せと言ってきよった。いくらなんでもそれはできない。ディスティニーストーン、あの時話の、あれは時話ではない。ディスティニーストーンは確かに存在し、本当に力を秘めている。詳しい話はバイゼルハイムのフラーマに聞くといい。バイゼルハイムのフラーマですね。フラーマ、女っぽい名前だな。フラーマちゃん、どこや？フラーマ。バイゼルハイム。また移動するの？またか。バイゼルハイム。移動してないやん。バイゼルハイム。フラーマ。何これ？なんだここは。どこやかい。どこや。なんやここか？ここに行くんか、これ。ここで合ってるか？なんや。よいしょ。どっへ最高。遠へけど。あ、影上がった。開けへんやん、これ。1779個目さんいらっしゃる。なんや、これ。なんや。ここで合ってる？合ってる？合ってると思う。鍵がかかってる。これ。鍵がかかってる。選択肢に気をつける。じゃあセーブしよう。じゃあセーブだ。よし。オッケー。めちゃすげえ。鍵欲しいな。鍵後で手に入るのかな。ダメ。いてるハイムの私はフラーマ何の御用かしら。話を聞きに来たでいいかな。話を聞きに来たでいいかな、これ。よし。ピッキングぐらいできるのかね。ほんとだよ。話を聞きに来た。何の話かしら。コンスタンツのこと。どっち聞こうか。どっち聞けって言ったんだっけ。コンスタンツのことにしようかな。私が魔法で調べたところではコンスタンツが連れ去られた場所はここからさらに南の洞窟です。ではなぜすぐに助けに行かないんだ。私はあなた方が来るのを待っていました。一体何のために。あなたはサロインの復活を阻止しなければなりません。そのためにもっと力をつけもっと人々の信頼を勝ち取らねばなりません。そうか、それが自分の運命だったのか。私はここでディスニーストーンの一つ火のルビーを守らなければなりません。その代わりにこの塔の中のものは好きなように使って構いません。一刻も早くコンスタンツを救い出して。お、やったー、やった。じゃあディスニーストーンのことも聞こう。サルインとイルザの戦いは実際にあった出来事です。そしてディスニーストーンはその戦いで重要な役割を果たしたのです。あ、そうなんですか。とりあえず お宝もらう。海賊的にはこれはお宝を完全に制覇しないといけないからね。明治スタッフ、明治スタッフしわらわら、明治スタッフしわらわら。明治スタッフこれでいいかな。明治スタッフ強いのかな。強いのかな。強そうじゃない？明治スタッフ。うん。よいしょ。わらわらわら。